どうも、CD ワールタイプの音楽評論家お脇です。はい、今日はね、珍しいもん買っちまった。これ知ってるかなこれ。これね、サイレントサイレンって言うんだよ。女子バンド。サイサイかな略してサイサイ。でね。まあまあいいね。そんな感じでね。はい。サイレントサイレンですね。えー、まあこれを買った経緯っていうのはね、まあ、純粋にね、あの、これのバンドの キーボードのね、ユカルンっていう、いるんですよ。この中にね、見えますかね。ちょっとね、あの、画像が荒いから見えないけど、これね、ドクモで形成された、ドクモで結成されたバンドで、まあね、みんなね、もう、顔、もちろん可愛い,い、みんな可愛い,いんだけど、特にね、特に可愛い,いのがこのね、ユカルンっていう、このキーボード担当の、えっ、ー、と、クロス、え、ユカっ子、え、黒坂ユカッコさん。まあ、ユカルンって言うんだけど、それがね、もうね、ちょっとね、 なんでかなちょっとね、ストストライクで、もうちょっと、ユカりにハマっちゃったから、えー、これ買いました。はい。で、ね、曲もいい。うん、曲もいいっす。まあ、曲のことはちょっとね、徐々にね、話していきたいと思うんですけど、とりあえずね、あのー、女子バンドなのに、もうね、みんな可愛くてね、みんな可愛くて、みんな上手いし、あの、演奏もね、バンドとしてちゃんと成り立ってるし、もう最高のバンドだね。本当に、スキャンダル超えしました。そんな感じです。えー、まあ、とりあえずね、開けましょう。これね、えー、初回限定版で DVD と、 あと、えっ、ー、と、なんだ、写真、写真、なんかちょっと AKB っぽいんだけど、あの、写真がね、入ってるっぽいっす。はい。で、ちょっととりあえず開けてみましょう。はい。こういうね、なんかちょっと珍しいものをね、買うのはね、僕、CD は本当にね、いいと思ったやつしかね、買わないから。いや、いいと思ったやつじゃなくても買うけど、俺は。俺は、ドラゲナイとかでも、普通に買ってたんだけど、まあ、そんな感じで、あの、ま、あ CD はね、とりあえず、 音楽聴くのには、俺絶対 CD 買うから、どんなに嫌いなミュージシャンでも、だからセカワとかグースハウスでも買ってちゃんと聴いてあげたからね、そんぐらいしないとやっぱね、あのレビュー、音楽評論化してあの、するね、あの、資格ないと思うので、はい、こんな感じです。はい、帯がね、まあついてます、この帯がね、はい、そんな感じです。えー、まあ中身はね、はい、まあこんな感じですね。まあ、わかる、みんなね、まあ、うん、見たことあるでしょ、こんなの。うん。はい、そんな感じはい。DVD がついてる。DVD と CD がついてて、俺写真どころになるんだよ。 うるせえな、さっきから。ね発砲事件起こってんのふざけんねマジ。発砲、発砲スチロール、発砲。あのねえ、俺前から思うんだけど、ちょっとねここのねこの、あ、このさ、CD のさ、歌詞カード取りづらくね前から思ってるけど、ほんと、もう小さい頃からね、初めて買ったスマップのドリンクスマップっていうアルバムがあるんだけど、それ買った時からね、もうずっと疑問に思ったんだけど、 CD 開けずれって、あの、歌詞カード開けずれみたいな感じでね、思ってたんですけど、はい。あれおなるほど、こんな感じで。メンバー一人一人がね、映ってます。で、はい。これがね、え、お、光。これがね、ボーカルのね、スーなんだけど、スーもね、めちゃめちゃね、可愛い,いね。うん、ちょっと佐野ひな子っぽいね。でね、もう俺一番好きなの、これ。あれこれが、えー、っと、ゆかルですね。もうやばいね。もうツイッターをね、フォローしました。うん、そんぐらい好きです。あー これが、えー、その、さっき言ってた、あの、写真だね。あの、ゆかるんじゃないからちょっと残念なんですけど、ちょっとベタベタですね。こ生写真だね。はい、こんな感じです。はい。あちょっと、ゆかるが欲しかったから、ちょっとまた買おうかなと、守ってますけども、なんかね、えー、これ噂に聞いた話なんだけど、このね、CD ね。CD を、なんかね、4枚、4枚かなんか買ったらね、いや、4枚じゃないか。1枚買ってなんか、その、なんか握手会みたいなのがあるらしいのよ。その、どっかで。まあそういう、 なんかちょっと AKB まがいのね、こともしてるっぽいですね。でもね、まあ、えー、みんなね、あの、AKB みたいな、あのー、ほんと、出来損ない、女の出来損ないみたいなの,の集まりじゃないし、みんな可愛いし、で、えー、歌もそれなりに上手い。あのー、演奏もね、ちゃんとバリ、バンドとして成り立ってるから、まあね、まあちょっと AKB まがいのことをね、してるのはちょっとね、まあちょっと、まあ尺に触るっていうか、ちょっと、まあ、どうなのみたいな思うんだけど、まあ、 まあいいっすもう曲としてちゃんと成り立ってるから、し、d ね、買う価値あります。でね、まあ、えー、聞いた話なんだけど、えー、一枚買ってなんかハイタッチかなハイタッチしてくれるみたいな感じで。で、なんか二枚から、なんか徐々に上がっていく。二枚、二から、なんだっけな、サインかなサインとか言って。で、四枚買ったら、えー、なんだっけ。四枚買って、えー、なんかお話じゃないかし、ぜ、メンバーと写真撮影みたいな感じで。まあ、僕聞いた話なんだけど、で、なんかね、コマンド見、なんかね、裏のね、 裏技があってね、100枚買ったら、好きなメンバーと、挿入ができる。あ、こういうこと言っちゃいかん。あ、そうそう、こう,こういうこと言っちゃいかん。俺は、あのサイ、サイレントサイレント、サイレントサイレンには嫌われたくないからね。あのこういうことは言えない、口が裂けても言えないけど、まあ、100枚買ったら挿入できるとかね、いうしたいとか、そういう、うん、そういうことをい一切思ってないから。うん、そういうこと言っちゃいけないけどね。あ、そんな感じ。そういうことは口が裂けてもいけますんね。はい、そんな感じです。はい。まあ、こんな感じ、えー、なんだこれ。うん。 何これ何買ったのあ、はいはい。っていう感じで、サイレントサイレンのね、この8月の曲もね、いいっす。あの、youtube で普通に PV 上がってるので、良ければね、みんな聴いてみてください。あの、かなりね、うん、女子バンドとしても、あの、成り立ってるし、あと、まあもちろん、AKB 商法みたいなことしてるけど、まあ、妥当ですね。妥当。みんな可愛いもん。うん。もうこんぐらいのことしないとやっぱね、最近の音楽界でちょっと生き残れないからね、まあ、しゃあない。しゃあない。俺もね、ちょっとね、 そういうことはしてるけどもね、応援します。はい。なんか今度11月かなんかに、また新しいシングル出るっぽいのでね、まあ、買ってみたいと思います。はい。今、かなりハマってます。はい。以上、えっと、音楽評論家のね、えぇ、ー、おはきの、えー、サイレントサイレントのね、レビューでした。はい。おわきはい。